はい、速稼塾の久保です。今日も特別定額給付金第2弾のことについて私の考えを申し上げたいと思いますけども、新しい動きがあったわけではありません。ちょっとね、冷静になって振り返ってみる、立ち返ってみるってことですか。特別定額給付金が我々の希望通り年内に5万でもね、10万でも支給されたとしますよね。で、それで万々歳と、ありがとうありがとうで、もしね、ここで一息ついたとして、来年からの暮らしはどうするのかってことは、これはこれで考えておかなければなりません。さすがにですね、来年から毎月定額給付金がベーシックインカムのように振り込まれるってことはもう期待できないと思うんですよ。だから、15万円とかね、10万とも言われている第2弾の給付金、これ仮に実現したとしても、その後の人生は結局自分で何とかしなくてはならないんですよね。まあ、消費税も当面は 10% でしょうし、もしかしたら増税もあるかもしれません。そして国民所得は上がるどころか、ほっといたら下がる一方なんですよ。まあ、ですので、やっぱり私たちは自力で何とかしなければならないといけない部分がありますよね。もちろん個人個人いろんな事情はあると思います。ご病気をされたりとかね、再就職がうまくいかないとか、もしかしたらシングルマザーでなかなか仕事に就きたくてもつけないとかね、収入源が本当に苦しいとか、いろいろあると思うんですけども、そうは言ってもね、自分以外にその状況を打開する人ってのは基本的にはいないと思うんですよ。で、国は一生助けてくれない。それどころか、たまに支援の手は仮にあったとしても、それが継続的にってことはないんですよね。今、生活保護があったりとか、年金があったりとか、まあ、地方サービスってのはありますけども、ただ私たちがお金の心配とか暮らしの心配がないような暮らしを全部は提供してくれないと、ほとんどは自分たちで作んなくてはならないってところがやっぱり現実として残ると思うんですよ。そして多くの方は何でもかんでもね、ゆりかごから墓場までみたいな感じでお国の船に乗って、ああよかったよかったっていうようなことはまあ思ってないと思うんですよね。やっぱり何か自分で何かをしなくてはならない、誰かと協力して何かをしなければならないっていうふうに思っていただいてると思うんですよ。まあ、だからこそ今回のね、私の呼びかけ、官邸にメールをしましょうとか、事務所の方に電話をしましょうみたいな、その、まあ、本当地道ですけどね、そういうデモ活動に共感してくださったんだと思います。で、ある一部の方はね、私がこうやって動画をいっぱい上げるのは、再生回数を稼いで、YouTube の収益を狙ってるんだろうって言いますけども、まあ、それがね、ないとは言いませんよ。ないとは言いませんけども、それをしたところでね、100円とか200円の報酬アップにしかならないんですよ。だからそういうことを考えると、この労力は全く見合わないんですよ。私がなんでこれをやるかっていうと、いろいろ気づいていただきたいっていうことがあります。黙っていても国は変わらない、権力者は振り向いてくれないってことで、今回官邸にメールをしたりね、それから事務所に電話をすることによって、少なくとも私は電話拒否に遭いましたっていうことは、ものすごい要求が届くから、この方はちょっとやめとこうっていうふうに一つのね、アクションが起きたってことなんですよ。私の行動が誰かの行動に影響を及ぼしたってことだと思うんですよ。そしてほとんどの方は電話拒否とかなってないと思います。電話をすればとりあえずね、ご自身の苦しい事情を聞いてもらえると思いますし、メールも届くと思うんですよ。そういうことの積み重ねで1000件、2000件、1万件と国民の要求が届いたときに、じゃあ官邸の人とか麻生太郎事務所の人とか菅総理の事務所の方ってどう感じるか、国民の声ってこういうふうに届いてるんだ、これをなんとかね、政権に届けたいねっていうふうになると思うんですよ。なぜなら事務員さんって普通の事務員さんですからね、なんか陰で暗躍する悪徳政治家ではないですから、国民の声を潰してやろうなんて思わないんですよ。潰してやろうと思ったらまずね、電話出ないです、メール読まないです。やっぱり国民の声を知りたいから、わざわざああいう窓口を作ってくださったりとか、電話対応の人を置いてますから。ですから要求は上げていきましょう。そのために私がね、毎日動画を更新することによって、本当にね、再生回数稼ぎですかって言われる方に言いたいんですけども、私の同じ動画を何回も見る人いないでしょ。1回見では十分ですよね。ってことは、新しい人をね、常に広げていかないといけないんですよ、私の場合は。で、新しい人がいっぱい増えてきたら、その人でみんなでね、1日1本の電話をしたら国は動くと思うんですよ。そこに私はかけてるんですよ。だから個人的に100円200円の広告収入を稼ごうとかね、アドセンス報酬を YouTube で狙おうみたいなこと、そう本当に思ってるんだとしたら、ちょっと考え方がね、私とだいぶ離れてますんで、その100円200円欲しさにやってるわけではないですからね。だって5分とか10分こうやって動画を作るのって見合いますかね。動画1本作るのに100円あげますよ、200円あげますよって言ってやりますかってことなんですよ。とてもじゃないけど、そんなことはやってらないと思います、誰も。もしそれで本当にうまくいくんだったら、もっともっと動画たくさんね、再生回数稼ぎの人が出ると思うんですよ。っていうか、そもそも YouTube をやるってことは、大半の人は再生回数稼ぎですよ、それは。言ってみたらね、身も蓋もないですけども、じゃあヒカキンさんがね、再生数3でずっと続けますかとかね、はじめしゃちょーが再生回数10なのにずっとやりますかってことなんですよ。
やっぱり一定の再生回数を狙って、そこによって報酬を得るから、その報酬で新しい活動ができるってことだと思うんですよ。だからそこはね、大筋では否定しません。再生回数稼ぎですかっていうのは、再生回数私はたくさん上げたいと思います。ただし同じ人が何回も見るんではなくて、新しい人が見ていただくことによって自分が何をすればいいのかなってことがね、もしね伝われば、鑑定の方にどん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 こうやってね、ネットでのデモ活動が成功するんではないかなと思ってるんですよ。そういう意味ではたくさんの方に来ていただきたいと思ってます。本当に個人的に私がね、100円の再生回数を稼ぎたいからやってるっていう、そういうことではないんですよね。まあそんな感じですかね。まあとにかくね、肝心なのは、特別定額給の第2弾が出たところで、それは本当にね、一瞬のことで、根本的な自分の人生はその後も続きますから、これから10年、20年、30年と続く人生の中で、10万とか15万もらって全部が解決はしないってことなんですよ。これはやっぱりね、忘れない方がいいかなと思います。ですんでどうするかってことなんですよ。ね、山本太郎さんみたいな方にかけて当選させるのもいいと思いますし、このまま自民党に期待をかけるのもいいと思います。自民党に期待をかけるんだったら、私は、ね、西田昌司さんの無限財源論ではないですけども、 MMT をね、非常にものすごく研究してらっしゃって、自民党内でも新しいムーブメントを起こそうとしてる、あのエネルギーに私はね、ものすごく共感するし期待したいと思います。確かに西田昌司さんは怖い人なんですよ。ものすごく怖くね、攻めてきますからね。でも、本当に優しい方だと思いますよね。優しい方は時にやっぱり強く怖くなる時もあると思うんですよ。それからね、野党の方に応援をお願いするのも、これはね、すごくいい方法だと思います。野党の方っていうのは政権批判をしているんですけども、政権批判は何でするかっていうと、別の見方があるんじゃないですかっていう問いかけでもあるんですよね。でもちろんね、私たちは何をすればいいかってことははっきり言ったら分かりません。正解が分かればその方にね、ぜひ温度を取っていただきたいと思いますけども、私のね、動画のコメントでも、こうすればいい、ああすればいいって意見がありますけども、じゃあ一緒にやりましょうって言えると、その人はやらないんですよ。ただ私は一意見を述べただけみたいに急に引っ込んじゃうんですよね。もちろんそういうコメントがあっても全然いいと思いますけども、やっぱりね、私たち国民、一国民が自分が国の主導権を持ってると思って、国を動かしていくんだっていう風なね、そんな意識でやっていかないと、一人一人が差し支えるつもりでやればね、どんなことでも成就すると思うんですよ。なんかいまいち引っ込み思案で、自分の人生がかかってるのに、なんか他人任せとか誰かやってみたいな感じだと、これは権力者の思うツボなんじゃないかなと思うわけなんですよね。まあですんで、よりね、私はこうやって動画を更新する中で、一人でも多くの方に、こう現政権に対する不満をね、忌憚なく述べていただきたいですし、できれば一緒にこうやって活動して、より暮らし良いね、本当普通の人が、権力もないし成功者でもないしお金持ちでもない人が幸せに暮らせるような世の中を協力して作っていきたいなっていう思いが、私のね、本当の思いでございます。ですんでね、再生回数を上げて100円200円稼ごうっていう考えはそこまではないですね。それこそね、再生回数稼いで10万20万って変わるんだったら、もうね、貪欲にやりますけどもね、私がいくら頑張ったところで、再生回数が数百回とか数千回いくのが関の山ですから、そんな心配するほど私はね、広告収入いただきませんから大丈夫ですよ。だからそういうところではなくて、いろんな方に、こうやってね、動画を通じてコメントを通じてお会いしてですね、もうすでにね、たくさんの信頼関係ができたと思いますし、中にはね、私の銀行口座にお金を入れてくださったりとかね、なんかお歳暮ですとか言ってね、早速なんか物が届いたりしてるんですけども、それいらないですからね、いらないですから、そういうことじゃなくて、もうご自身の人生が少しでもいい方向に向かってくださったら、それが私のね、何よりの報酬だと思いますんで、これからもね、なんて言いますか、生温かい目で見ていただければと思います。それでは失礼します。